お料理おかゆ食べれるかな。そうやね。おかゆおいしい。だってよかった、機嫌直ったね。鼻拭いていい？やんやん。あ、こないで。お手伝いして。あ、いやいやいや。続きまして、お米です。お腹空いて、お待たせしたね。ごめんね。人参をね、裏ごしするのに手ごずっちゃったのよ。手間でね。お米、裏ごししてね。お湯足さないまま、結構トロトロなヨーグルト状で食べれるようになったか。ごめんね。うん。うん。食べれるようになった。よし、いいタイミングでお父さん来ました。初めての人参いくよ、これから。一口も食べてない、まだ。ほんと？今までは、今ギャン泣きだったからね、やっと食べれるようになったね。お腹空いて待たしちゃったから。うん。はい。最初おかゆ食べてね。もったりでも食べれるようになったね、このね。もったりおかゆでもね。あ、下も下。いきますよ。初めての人参。いきます。ちょっとおかゆがついたスプーンだけど。いきます。ちょっとお湯で薄めてるけどね。3、2、1、GO! 裏ごし人参。母が味見したら甘かった。レッツゴー！食べた！どう？どう？やんはしない、やんな感じ。やんはしてないぞ。やんはしない。すごい泣いちゃったね、いっぱい。やんはしない。口開けて。うん。どう？泣き？甘いの。お米より甘いからね、これ。甘かった。いけるか。人参。美味しいね。人参。やんじゃない？やんじゃない。甘いね、美味しいね。おいしい。むしゃむしゃじゃん。人参食べた。人参。で、人参とおかゆ交互でいこうか。人参。うん。どう？ほい。うえい。じゃあ、にゃいよつ。あ、レディーだから閉じる。欲しい欲しい欲しい。人参人参。垂らしたらどうか。冷たい。じゃあ、いけた。おかゆと人参コラボレーション。いけたね。おいしいね。人参いけた。ね。これ見て。うん。いけたーいけたーいけたー。はい。はい。食べれたのすごいね、人参。裏ごし境がありましたよ。めんどくさいな、人参の裏ごし。ほら、次。小雪くん行くよ。小雪くんもね、ちょっとはね、小雪くんは消化がね、あんまだから。ちょっとお腹緩くなっちゃうから、もうちょっと人参、お湯足し緩くするよ。飛んだ、なんか飛んだ、なんか飛んだ。用意したおかゆは小さじ、今日は3、人参は小さじ1、食べれる分だけ食べてみましょう。嫌にならない程度でね。いける口じゃない。キャロットジュースとかいけちゃう感じ。うん、食べれる。まだいけるの？無理しないでね。この後ミルクあるからね。ちょい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 、よく食べてますってことで、人参は食べれました。通りもん、まずは人参の関門クリア。よし、食べていかね。みんな、またチーズケーキ食べていくぜ。チーズケーキ食べていくんだぜ。はあ。はい、じゃあ今日もね、今日初めての離乳食人参編ね。
小雪くんバージョン。カメラ目線で描く。まずはじゃあ今まで食べてるジュブガニね、食べてみようね。がついてるがついてる、おいしい。小雪くんはね、消化がね、ちょっとお腹ゆるくなっちゃうからね、あのおかゆもね、お湯足してゆるめにしてます。まずおかゆからね。おいしょ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 、うん、おいしいの、おいしいの、またちょうだいって。まずはおかゆでね、はい、これはですね、おいしいの、おいしいね。食べるお米はね、今日でね、何日目だっけ、今日で8日目か。そんな食べてんの、すごいね。あはいはい、おかゆ、それでは回ります。初めての人参まで3秒前3、2、1。ほんと薄めた人参ね、薄めた人参。いきます。どうかな、甘いよ、にゃんにゃんはしない、うん、嫌な顔しないけどすごい味わってるよ、口ピチャピチャピチャ。こっち行ってみようか。人参。うん。うん。うん。甘いの。ちょっと辛いし。食べてるよ。うん、はい。食べれたかな。おお。吸うね吸うね。吐いたりしない？お。これは。お。小雪さん絶叫。はい、あら、いいじゃない、これは人参食べれたということでよろしいんじゃないでしょうか。やった、はい、人参食べれたなり、よだれがすごいなり。うん、薄めた人参、薄めたもんだからすごい量。うん、食べれるだけでいいよ、ね、食べる練習ね。はい、じゃあ次おかゆの人参のコラボレーションいくよ。コラボレーション、うん、母が指を削りながら削った人参。指は入ってないから大丈夫だよ。いい、もうほぼ野菜スープだよね、これ。だからこぼれそうで怖いの。あ、いいの、あ、食べれた、よかったよかった。ヤッピー、ヤッピーで手首やられる。ヤッピー、人参ヤッピー。ヤッピー、あったかいしね。いいねいいね、このまま食べ続ける。ちょうだいちょうだい。なに、欲しいってこと？違う？なになになに？父さん、人参が嫌か。父さん、ちょうだいってこと？あ、ちょうだいってことか。あげるスピードが遅かった。はい、わかります。スピード早めます。はい、ふい、ふい。食いしん坊やな。食いしん坊、ほんとちょうだいって。食いしん坊。はいはいはい、食いしん坊。大丈夫、お腹。ちゃんと丸飲みだからね。うん。水分だよ、ほぼ。大丈夫？お腹は。痛くなんない？これぐらいにしとく？泣いちゃう？食べれるね。もう人参だと思って食べてないでしょ。なんかもう違うものって分かって食べてんのか、口に入って飲みたいのか、ただあなたの体の中にビタミンが入っております。今すじゃあ
じゃあこのままね、食べ続けようか。はい、食べ続けましょう。はい、それでは続きをいただきますね。じゃんじゃん、じゃじゃじゃ。はい、今日は2人とも初めての裏ごし人参食べれました。小さじ1杯、小雪くんはお湯でちょっと薄めてね。よく食べれたね。いやいやはしませんでした。よかったね。ということで明日も人参、そしてお野菜進めていきましょう。はい、いただきました。ごちそうさまでした。ミルクタイムやね。次ミルクタイムだね。パク。